部始まるよ。最後まで見てね。おはようございます、ボスです。ボス君ね、朝から元気いっぱいで、昨日の夜ね、ちょっと短いリードをつけて散歩したんですが、全然見えなかったので、明るい、うちにちょっともう一回見てもらいたいと思い、撮影しました。こんな感じでね、ボス君自分で声たがるんですよね。自分でもってね、散歩したいしたいと、言わんばかりに、ずっとくわえてね、長いリードの時も、散歩にね行くまではこうやってくわえてたんですが、散歩に行き出したらね、離して、僕のペースでね歩いてくれるんですが、ほんでね、本革ってこともあって、やっぱり噛んだら味がするのかな、おいしいおいしいと味がするような表情で、歯ごたえもね良さそうなんで、ボス君大満足です。こうやってね今ねお座りって言ってるんですが、リードを離してお座りと言うと、ちゃんと言うこと聞いてくれました。で今はね待てって合図送って、次はダウンしなさいよと。ボス君ね100点満点です。ゴロンはねこんなに大きい体でゴロンってすごいですよね。毛がねブラッシングしてもやっぱりどうしても羊の毛みたいにモコモコになるんで、こうやってね何回か触ってあげるとモコモコもちょっとだいぶマシになったような、見た目になります。結構ね足の方とか触るとボス君ねこうふいって振り向くんで、結構顔と顔が当たらないか心配で、ボス君ね足にドッグフードつけてたりブラッシングしてもね結構毛の中に入るんで、なかなかね大変ですよ。でボス君ね毛が茶色いんですが、本当はね黒色で胸が白色なんですが、やっぱりね日焼けするとちょっと茶色く、なってしまうみたいです。肉球も大きくてね手もねかなり大きいですよ。で最初にちょっと映ったと思うんですが、タイトル、ボス君ついに200キロ。そうなんですよ、これ見てください。今までね60キロのワイヤーを、ボス君普段繋いでるんですが、1ヶ月で60キロのワイヤーを2本ちぎったことがあるんですが、今回はね、前回紹介した200キロのワイヤーですよ。200キロのワイヤーが、なんとねクリスマスの日の朝、朝起きるとボス君いつも通り窓から外を見て、外から中を見てるんですが、これねリードをちぎったことをね、ボス君隠してたんですよ。で玄関から外に出るとボス君ね嬉しくて走ってきたんですよ。普段ね届かないところまで走ってきて、近くで見るとね首輪してるんですが、リードがねワイヤーが全然なくて、見てみるとワイヤーちぎれてあって200キロのワイヤーですよ。なかなかねこんな200キロのワイヤーちぎるワンちゃんなんて、いませんよね。やっぱり体が大きいと、ちぎれないものもちぎれてしまうのかと。でもね散歩の時はね3キロ以下のリードでね散歩できるっていうねちょっと変わったワンちゃんなんですが、ボス君、全然悪いこともせずね、悪気もないような表情なので、許します、ね、鼻のドアップとても可愛いですよね。耳元とかねやっぱね大きいワンちゃん、まあね、ブラッシングとかして洗ったりもしてるんですが、やっぱりね痒くなったりすると大きいからね、なかなか自分の足で耳の後ろをかくってことができなくて、なんかね届いてないんですが振りだけ、してる時があります。逆にね僕が耳の後ろを描いてあげると、何でか知らないんですが、ボス君自分で描いてるように足が動いてることもあります。毛もねやっぱり絡まるんですよね、ボス君ブラッシングしても絡まって、ほんでね絡まり出すとやっぱり毎日数回してても絡まるんで、絡まった時にブラッシングするとボス君ね痛いのか知らないんですがとても嫌がります。こうやってねお手手もね大きくて、今ね
何を撮ってるかというと、ご飯粒がついてたので、今ちょっと投げました。ボツくんね、こんな大きくて、先生にちょっと太り気味ですよって言われたんですが、やっぱりね、食欲の秋、そしてもう冬です、冬、そして今年ももうちょっと、そうですよね、やっぱりおせちの時期ですよね。やっぱりね、休みが多くなり、家に家族がいる時間が多くなると、それはもう美味しいもの食べたり、ボス君もね、いろんなもの食べたがりますよね。これからね、やっぱりダイエットって時期なんですが、やっぱりボス君多分体重増えると思います。雪がね、降ってくれると、ボス君いっぱい雪遊び大好きなんで、一緒にソリで遊んだり、ソリ引っ張ってもらったりとかね、鎌倉もね、ボス君作れたらいいなーって考えてるんですがね、今年一回も雪降らないんですよね。去年のね、今頃だったら雪はもう積もってたんで、鎌倉を子供と一緒に作って、結構ね、雪、降った時は降るんで、お庭とかでもね、鎌倉作れるんですよね。それがね、日中はもう太陽が照っていて暑い暑いと、日陰に行くと寒いんですけどね、ボス君もね、すごいもう太陽を浴びると暑がりなんで、太陽の照ってる時はもうよだれがすごいですよね。逆にね、朝と夜は涼しくてね、散歩、してても全然平気です。息切れがね、ボス君結構すぐするので、他のワンちゃんの動画とかを見ていると、すごい、こんなに速く走れるのかと思ったりね、すごいみんな運動神経いいなって思うんですが、ボス君ね、一緒に用意どんしてもね、とても遅いです。まるでね、大型のダンプが、ドドドドドドドと走るようなね。でもね、馬力はあるんですよ。こうやってね、今引っ張りながら歩いて、下に歩いてるんですが、ボス君ね、引っ張り出したらとても力が強い。こうやってね、短いから、昨日も言ったと思うんですが、待てとか右左、楽々すぐ合図も届くので、ボス君すぐ分かってくれるんですが、あっちに行きたいとなった時が、すごいお尻でね、僕の足を押すので、手がね、届かなくなった時がちょっとヒヤッとしますね。今ちょっとお庭歩いてるんですが、こんな感じで昨日の夜も散歩してましたね。お家の中の猫ちゃん見つけると、ボス君すごくテンション上がります。で、こっちに行こうと行くと、お散歩行きたいのかな、お散歩お散歩とすごい喜んで、ボールもね、加えて、ちょっと今話したんで見えないんですが、すぐボール拾ってボール遊びしてようと。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。